子供の頃からジャンプの天才と呼ばれた伊藤みどり。みどりよりもマチコに目が行くわね。なんであんな大きかったんだろうサングラス。フィギュアを愛してやまないマツコさんもこのジャンプに魅了されました。トリプルサルコ、代名詞はトリプルアクセル。決まりました、トリプルアクセルです。驚異のジャンプでフィギュアスケートの常識を打ち破りました。ジャンプの革命児伊藤みどり。マツコさんが抱くみどり愛とは。ちょっと見たでしょあのジャンプね、うん、今見てもなかなかあんなジャンプ飛ぶ人いないよ。いや、ね、いませんよ、ね、実際いないし、いないよ。あのジャンプは、まあ、はっきり言って破天荒なんですよね。破天荒、うん、天荒、足がこうなってるでしょ、うん、あれは非常に回転効率が悪いんです、うん、だから高さをたくさん飛ばないと3回転回らないジャンプの飛び方なので、だから見本にならないんですよ。伊藤さんのジャンプっていうのはあまりにも高く飛んで、じゃああれ真似してごらんって言って真似できる人誰もいないんで、世界中にもう完璧な、もうオリジナリティあふれるジャンプですよね。でもこのちょうどこの足のポジションがですね、一番自分のバランスの取れるポジションだったんですね。これダメなんだ。逆にこういった自分のバランスが取りにくく、ここに上がったら一番自分のバランスが取りやすい、タイミングが取りやすかったので。2回って降りた後のもうさらに3回、ね、ごめんね今ね。自分飛んでましたね松本さん。そんなことできないよね普通ね。でもそのジャンプアスリートとしてはこう、いやいや、みどりさんをね継いだのがやっぱり本田芳恵という選手ですよね。でもやっぱりみどりさんにはかなわないですし、芳恵が絶好調の時はすごかったわよ。ただねムラがあるの。そういう時はすごいんだグワーって。もいや、一番好きなプログラムってある。美しさとかそういうのも全部込みでいったら90年なんだけど、でも一番好きなのはやっぱカルガリーだな。カルガリー、1988年カルガリーオリンピックでの演技。マツコさん、青と白のスパンコールの衣装がある魚に見えるというんですが、これサバ。サバサバサバ。伊藤みどり18歳。もうスピーディーなんだよね。躍動感あふれる伸び伸びとした演技で観客を魅了します。綺麗なルッツだね。ダブルアクセルからハーフループ、そして3回転サルコー。いいですねコンビネーションが。シーザフライングロマンって言ってました。空飛ぶ女性だという表現でしたが、3回転3回転も完璧に決めます。すごいよねこの人の、うん、最後のジャンプを決めるとこのガッツポーズ。ジャンプを連発します。結果は5位でしたが、この演技がマツコさんの人生を大きく変えたといいます。もう曲が終わる前からお客さん立ちましたね。立ち上がりました、場内1万7千の観客。やりました日本、伊藤みどり完璧な。嘘泣き。いや、嘘泣きじゃない。自分のやっぱり演技が。嘘泣きしないのよ。8歳とか19歳とかですよ、ね。そうですね。もう本当に自分のテクニック的な要素はもうルールいっぱいのものをプログラムに入れて、それがやはりできた時はもう点数とか順位は関係なくもう嬉しかったですね。うん、そうですよね。ある意味だからノンプレッシャーだからできた演技なのよね。うん、で出てきたじゃないですか、さっきのサバの衣装が。いや綺麗なサバだよね。あんな自分衣装見たことないわよ私。衣装、あでもサバは、サバは名作よ、ね、名作よ本当に。褒めてるんだ。サバって今サバ着れる人がいるかって話ですよ。サバを着こなせる人がいる今。いやサバって高級魚なんだろ。そうなんですか。高級魚なんだか。高いんだろ。庶民的なサバじゃないですか。じゃあ超高級の関サバとかああいうのとかね。息が良くなきゃあのこう光は出ないわけですよ。もっと黒ずんじゃん。そうね。そう。やりましょうもうサバの話。サバの話やめる。やりましょう。じゃあジャンプよ。だからもう自由にやってるね。そうですね。素晴らしい本当。これ今日本の実況でしたけど、
アメリカの実況だとすごいのよね。CBS のね。うわ、うわしか言わないの。みどりさんなんか飛んでっちゃいそうな、なんか回転じゃないですか。もう上にピューンってと思うな感じがするんですよね。今のフィギュアも十分楽しいなと僕は思ってるんですけども、やっぱりあのレベルが違うなっていう感じがしますね。昔の方が。昔の方がレベルが高いような気がします。逆に。でこの演技を見て人生が変わられたとか。人生変わったのかな。とりあえずフィギュアスケーターにはなったわね。うん、あなるほどね。妄想でやるの。まあ、あーって言ったわね。昨日エベレストから帰ってきたみたいな。何が。私フィギュアスケーター実際にはなってませんよ。妄想で始めたの。もう一人のこうフィギュアスケーターの人格っていうのはここ で, そうで自分でプログラムちゃんと作ってたんだもん。曲編集してバカみたいでしょ。3回転やってたんで。もちろん3回転ですよ。コンビネーション。いやコンビ、もう私三は結構三は緑よりも上手いそうそう、ね、アクセルはできないけどね。三は上手いって言われたの。アクセルやんなかった。そこはね奥深いのよね意外とね。そうなんか飛んじゃうとやっぱりちょっと緑にっていうのが私はあるんだけど、この人は飛んじゃうタイプだ。そうそう勝手に優勝とかしちゃう、しちゃうタイプなんですけど、当時の男子は伊藤緑を見に来てたんだから。バザーだね。すげえぞあいつって言って見に来てたんだから。本当知ってる？知ってる？それは知らない。でもビットさんになれなかったもん私。それは無理だ。あの美しさとか妖艶にはなれなかったので、そう思うとじゃあ自分にジャンプがあったでしょ。ジャンプがあったでしょ。なので短所を今ちゃんと見ると。つまんないよビット。ちゃんとカルメをね。だからいやつまんないってよく見ると本当にいや今びっくりするのよ。あんたよくカルメンの真似してたじゃんこうやってしてるみたいな。だから真似するような演技だったってことよ。スポーツじゃないわよ今見ると。できないもんね。できないもんな。そうだよ、ね。妄想の中でしか。1990年世界選手権、マツコさんが妄想ですら真似できなかったという完璧なトリプルアクセルがこちら。これだ。いやーすごい、やっぱこれよ。この時が一番本当に軽々世界選手権、この時が一番こう技術的にも精神的にもこう踊り詰めていきましたね。もうじゃあもっといってやれ、もっといってやれっていうその暴走心みたいのがみなぎっていた、はい、の時代でしたね。あれなんですよ、90年なんですよ、あれが一番ですよ本当に。だからその後下ってったとは私言いませんけどこの先を見るのはちょっと辛いな私は。なんかねこの後ちょっと顔がちょっと変わってきちゃうんだよね。あのわーっていう緑じゃなくなってくるのよ、うん、あのだからその後だから見てられなかったもん。こうプレッシャーを背負わされた緑というのミスがこう許されないっていう、こう切実に思うようになりましたね、うん、そうするとやっぱりなかなかこううまく自分のこう素の状態にいられなくなりましたね、うん、それをもう見てて感じ取ってたわけだマツコさんはね。だから私見てないのよ見てないの、この先ってあんまり見てないの私。金メダル確実と言われ臨んだアルベール・ビル、不安な表情を浮かべる伊藤みどり、明らかに4年前とは違いました。綺麗にやるようになってるよねちゃんと見てないからほら最初のトリプルアクセル、転倒です。自らの最大の武器を失敗。しかし後半このコンビネーションがきれいに決まりました。トリプルダブル、そしてメダルをかけて再び挑んだトリプルアクセル。笑顔、うん、嬉しそうね、うん、嬉しそうね、飛んだ後の動きが違うもん、うん、だよね、うん、
この伊藤みどりの笑顔が戻りました。日本フィギュア界にオリンピック初のメダルをもたらしました伊藤みどり。いや初めて見ちゃった本当にちゃんとあのスパイラル の, あの1番のラフマニノフの2番のすごいところとかなんか見たことなかったもん。いやダイジェストとかで映ってもジャンプのとこしか映んないじゃない、うんあんなことしてたのねあれね。いや一応 ね芸術性も見せようと頑張って。いやいや上手くなってたって私が言うな。あんななんかちゃんとねなんか綺麗なことしてたのね。だからあれでだからジャンプが調子よければもう絶対いけなかった。何があったのあんたオリンピックの前。ちょうど調子悪い時に当たっちゃった。今こう振り返ってみるとやはりこう結構自分で必要以上にこうプレッシャーかけすぎてたなっていうのはありましたね。ちょっとね、しょうがねえ日本中がもうやっぱり日本が初めて金メダルを取りに行った試合だったでしょ。だからあれのなんていうかな遺産みたいなものがあってその金取る時にはこういうふうにしなきゃいけないんだっていうものがあの周りも分かってるいろいろ反省したのねみんなねそう、うん、そう思いますね僕はね、うん、それがだからトリノにつながってるっていうところあると思うね、うんうん、だってもう誰も彼もが未経験だったんだもんあんな高みに行ったのが、うん、フィギュアの世界でさ、うん、今までやったことなかったんですけどね、うん、でもね多分世界中の人たちは取ると思ってたから、うんうん、それかわいそうだったね。まあ自分ねオリンピックでその自分の力を出すっていうのが本当にね軽々の時はあんなに天真爛漫にできてた演技が逆に今度はこうじゃあ実際にこうメダルを狙いに行くっていう時ましてはトリプルアクセルを女子ではやったことがないっていうものを見せたいっていう思った時には、うん、なかなか心と体がこう動かなくなっていたのもう一回行けなかったもう一回だってあれ2年しかなかったじゃないですかだからそういう経験も踏まえた上でもう一回行ったら無敵だったんじゃない、うん、復帰したのってリリハメの年じゃなかったでしたっけ。いや長野オリンピックに選手として出たかったのでそう2年前なんですけどちょっと気づきが遅かったですから遅かったあれは遅かった。まず